17代目、市村宇佐衛門7月11日から2001年7月8日は、昭和から平成にかけての歌舞伎役者。屋号は立花屋。縄文は、値上がり立花。開門は渦巻。日本芸術院会員。重要無形文化財保持者。本名は、バンドを守る。背名に加工。舞踊の名取は、藤間善造。 派手さはないが堅実な芸風を持った立役として、時代物、世話物で、模範的演技を見せ、晩年は、歌舞伎の生き字引きとまで呼ばれた。また大名跡市村うざいもを襲名した後も、自身は五代目、菊五郎の孫であり、六代目、菊五郎のおいである立場から、小野菊五郎家のおい演芸を守る一人として、菊五郎劇団で重きをなし、二代目、小野江小六や七代目、 小野駅久五郎を長く支えた。特に晩年七代目、小野駅久五郎と舞台を共にした、ネズミコモン、東君新型のヨスベえは、人生の苦渋が滲み出た不契約で絶品と評された。襲名直前に放送が開始されたテレビにも、精力的に出演したが、1970年代と、晩年は舞台に専念した。長男に、初代坂東楽前、次男に二代目。 市村万次郎、三男に四代目、河原崎県重郎がいる。ありがとうございます。